うですか？またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。何のお話をなさってるんですか？いえ、何でもありません。タクトさん、ご用の時にはいつでも管理室にお越しください。ええ、例えばこの宇宙クジラの子供とか。このお室にも様々な動植物が暮らしています。どうぞこちらへ。気に入っていただけましたか？それは宇宙切り裂きチェーンソーといって、刃の縁が鋭いノコギリのようになっていて、しかも外敵が近づくと高速回転するんです。触ると指を怪我しますよ。毒は持っていませんから安心してください。そういう問題じゃなくて。大丈夫ですか、タクトさん？血が出てます。治療してもらわなきゃ。医務室に行きましょう。ダメです。さあ早く。先生いらっしゃいますか？タクトさんが手を怪我しちゃって。先生は席を外しておられます。私が治療を。自分の手が空いてる時にお手伝いをさせていただいているのです。よかった、バニラがいてくれて。バニラに任せればもう大丈夫ですよ、タクトさん。指から血が出ていますね。どうしたのですか？わかりました。治療します。手を出してください。え、こう？はあ、終わりました。ナノマシンを注入し、治療を行いました。もう問題ありません。ナノマシンは分子アセンブラの一種です。原子レベルでの操作により、現存するほとんどの物質の構造を解析し、必要とされる物質を生成できます。要するに、怪我や病気をパッと治してくれるってことですよ。これはナノマシンの集合体です。そういう構造を再現すれば歩行も可能です。治療で大量にナノマシンが必要な時に備えて、こうして携帯しています。すごいですよね。まるで歩く救急セットみたいで。ナノマシンペットと呼んでいます。ミルフィーユ、ごめんなさい、外出してて。どこか具合が悪いの？あ、ケイラ先生。いえ、私じゃなくてタクトさんが。まあそうだったので、そちらのあなたはどなただったかしら。
ああ、あなたが例の。それはごめんなさい。医務室を預かるケイラです。よろしくお願いしますわ、司令。そう、それなら安心したわ。お大事にね、バニラ。ありがとう。いつも悪いわね。いえ。そうね、ほとんど毎日のように。おかげで助かってるわ。バニラの仕事ぶりってすごいのよ。この館内で怪我人が出た時なんか一生懸命、それこそネズミ看護に入ってくれるんだから。パイロットとしてもとっても真面目ですよ。無駄口なんかほとんど言わずに黙々とお仕事をするんです。いえ、褒められるようなことではありません。ええ、自分にできるだけのことをしているだけです。そうですか。そうですか。感情をコントロールしないとナノマシンの制御に支障が出るためです。不快に感じられたのでしたら謝ります。それじゃあ、そろそろ。また怪我をしたらいつでも来てね。遊びに来てくれるのも大歓迎よ。おいしいコーヒーをご馳走するわ。この倉庫には主に食料や生活用品が収められています。ちなみに弾薬類といった備品はもっと仮想に搬入されているんです。タクトさん、かくれんぼがお好きなんですか？それじゃあそのまんまじゃないですか。でも思い出すな、私も子供の頃はお友達とよくかくれんぼして遊んだんです。今頃あの子たちどこにいるのかな。みんな無事だといいけど。かくれんぼとは何ですか？医務室で使う消毒液のストックが切れたので補充しに来ました。かくれんぼとは何のことですか？っていうのはね、鬼が10数える間に他のみんなが隠れるの。それを鬼が探し出すっていうゲームなのよ。敵の待ち伏せを発見する軍事訓練ですか？ちょっと違うんだけど。そうだ、タクトさん、バニラも入れて隠れんぼしません？しかし、私は消毒液を医務室に届けないと。この倉庫は内部構造をよく知らない人間が立ち入ると迷うことがあるそうです。そこが楽しいんじゃないの。隠れ場所の宝庫なんだよ。賢明な判断だと思います。感謝します。残念だけど、機会があったら別のところで隠れんぼしましょうね。ここはトレーニングルームです。フィットネスや格闘技の訓練ができますし、それ以外のスポーツ施設も充実してるんですよ。
ちにラーファがいますよ。ヤッホー、ラーファ。あら、あんたたちだったの。何？私に何か用？そうだけど、なんか文句でもある？運動するんだから、動きやすくて汚れてもいい服に着替えるのは当たり前でしょ？見ないでよ。それより何の用？あんたもトレーニングしたいの？用がないなら気が散るから出てってよ。当然ね。私としても司令官が自分よりもヘナチョコだったら。この頃訓練サボってるでしょ。へえ、私はいいよ。あら、そう。ねえミルフィー、あんた最近ちょっと太ったんじゃない？どうしてそれを？痩せるためにはやっぱり運動しなくちゃね。よし、やるわ。目指せウエストマイナス3センチ。まあね。さ、あんたもトレーニングを。こちらがクルー用の食堂です。メニューは日替わりで、長旅でも飽きないですよ。せっかく来たんですし、何か食べていきますか？本日のおすすめランチは、宇宙クルマエビのクリームパスタですって。いらっしゃい。おや、ミルフィーちゃんじゃないの。こんにちは、おばさん。本日のおすすめランチください。はいよ、おすすめね。ところでミルフィーちゃん、そっちの人は？タクトさんです。私たちの新しい司令官なんですよ。あら、まあ、あんたが新しい司令さんかい？ずいぶん若くていい男だこと。こちらこそ司令さん。それでご注文は？おばちゃん、ランファスペシャル大盛りでね。なんだ、あんたたちも来てたの。私専用に作ってもらってる特別メニューよ。クリームパスタ、美味しそうですよ。はいよ、おすすめランチ、もう一丁ね。一緒ですね。あ
タクトさんも今度ご一緒にいかがですか？そんなことないですよ。きっとみんなも喜ぶと思いますよ。ええ、問題ありませんわ。それが一緒に席を囲みたいようなお方であれば。いえ、構いませんわ。お二人もご一緒にいかがですか？そうさせてもらおうかな。いいですよね、タクトさん。どうぞ、お座りください。このラウンジにはいろいろなお茶やお茶菓子があるんです。タクトさんは何にしますか？できたものですわ。みんなはこういうお菓子が大好きなんですよ。私も時々もらうんです。あら、ケーキも嫌いじゃありませんわ。でもそれ以上に駄菓子が好きなんですの。特にこのあんず飴は人工甘味料の味と合成着色料で真っ赤に染まる舌がたまりませんわ。舌、ご覧になります？はい、何でしょう。あ、わかりました。ミントはあのブラマージュ財閥の一人娘なんですよ。ええ、まあ、それよりご注文はよろしいんですの？どのケーキにしよう、迷っちゃうな。でしたら入り口のショーケースで実物をご覧になって決めてはいかがですか？うん、そうする。じゃあタクトさん、先に注文していてください。それにしてもタクトさん、いつの間にミルフィさんと仲良くなられたんですの？意外に素早いんですね。しておきますわ。それでタクトさん、何を召し上がりますの？あら、私と同じ紅茶ですの。惑星ニルギー産のオレンジピコですが、よろしいですか？どうしてだと思われます？あら、あっさりしてますのね。では、種明かしをいたします。実は私、少しだけ人の心の中がわかるんですの。はい、テレパシーです。とは言ってもせいぜい心の表層がわかるくらいですけれど。
何でもありませんわ。考えていることですか。では、はい、わかりましたわ。司令官室の椅子はふかふかしすぎて座り心地が良くないですわね。不思議な方ですのね。いえいえ、何も。あの、申し訳ありませんが、用事がありますので、これで。お待たせしました。チーズケーキとガトーショコラのどっちにするかで迷ってたんですけど、やった。あれ、ミントはどこ行っちゃったんですか。そうなんですか。残念です。一緒にお茶しようと思ったのに。そうですね。すみません、ミルクティーとガトーショコラをください。本当ですね。また何か買い物してくじを引いてみましょうか。ここでは生活用品からお菓子に飲み物、本や音楽データまでほとんど何でも揃いますよ。端末のカタログから注文すれば服やインテリア用品とかも手に入りますし。タクトさんは甘いもの好きですか。ここのソフトクリームはかなりおすすめなんですよ。タクトさんにミルフィス、奇遇ですわね。ええ、このジェリービーンズとふ菓子を。タクトさんも何かお召し上がりになるんですの。それじゃあ、私もご一緒しよっかな。ミルフィさん、あまり甘いものを召し上がっては体重計に乗るのが怖いことになってしまうのでは。大丈夫よ。さっきから館内を歩き回って運動してるもん。それにもし太ったとしても同じものを食べたタクトさんの道連れですよね。えタクトさん、食べた分以上にカロリーを消費すればよろしいのですわ。やあ、司令官殿、あたしの秘密の穴蔵へようこそ。フォルテさんは火薬を使う重火器を愛用してるんですよ。この部屋もそのために改造してもらったんです。ルフト准将が許可してくれたんでね。火薬の銃を使ってるのはあたししかいないから、専用の部屋みたいな。よく言われるよ。けど、私はこれが性に合ってるんだね。ところで司令官殿、少しはエルシオールに慣れてきたかい？
なんでだい？そりゃそうだ。払ってないもん、ケイ。そんな怒るでさ、アクタさんは一応私たちの上官なんですよ。私の上ではともかく、私が自分の司令官だと認めるには、お前さんは10年早いね。お前さんには経験が足りないってことさ。知ってる情報が少ない。その情報を求める術も知らない。そして情報を活用できる経験もない。そいつは結構、ま、ミルフィーが懐いてるところを見ると少なくとも悪い奴じゃないんだろうね。アクトさんはいい人です。フォルテさんだってわかるでしょ。どうだかね。戦場じゃそのいい人ってのは時に罪悪でしかない。人畜無害な奴より多少悪くっても頭が切れる奴の方が生き残るもんなのさ。フォルテさん、戦場ってのは面白いもんね。そいつがどんな人間かがはっきり現れる。すぐ逃げ出すやつ、裏切るやつ、頭のいいやつ、悪いやつ、運のいいやつ、悪いやつ、じっくり見極めさせてもらうよ。お前さんが安心して背中を任せられるやつなのかどうかを。